ノアトゥーンとは、北欧神話の中の北条神ニョルズの館の名である。ノアツンの語は、船の意味の、ノーと、場所の意味の、ツンで構成されており、船のつくち、造船所、または、港を意味する。スノリリストゥルルソンの、三分のエッダ第二部、四五法には次のような話が残っている。スカジが、父親のスイアチを殺されたための賠償金を求めに、来た際、 彼女は夫を要求し、結局は、ニョルズと結婚をすることになったが、その際ニョルズは、スカジの城塞、スリュムヘイムが気に入らず、スカジは、ノーアトゥーンが気に入らなかったため、別々に暮らすことになったという。第1部、ギュルビタブラカシ、第23章では、ノーアトゥーンは、天にあるとされている。シノエッダの、グリームニルの言葉第16節でも、 グリームニルと名乗ったオーディンがゲールロズの館で捕らえられていたとき、ゲールロズの息子、アグナルに一杯の核杯への例として、神々に関する事柄を聞かせている中で、11番目の館として話している。スノリは、ユングリング家の佐賀第五章においても、ニョルズが、ノーアトゥーンに居住したとしている。それは、ログ湖のほとりの古、シグトゥーナにあり、ニョルズは、 神殿の誤字として、オーディンからその地を与えられた。ありがとうございます。